でんてて、さしくんもまた来てくれました。はい、リクエストしたものを食べれる自信があまりないぞ、これ。こんばんはです。はい、こんばんは。晩ご飯。うん。今日はね、これですよ。そう。コロッケ。コロッケなんですけど、これでも相当なんだけど、これをさらに、でかいコロッケを作ってくれるということで。そうなんですよ。うん。1キロコロッケが欲しいって言い出し、でかいコロッケ。それ以上足りないということになって、こちらで。ハイブリッド。はい、ハイブリッドしてみようと思います。もうね、そちらなんでしょう。これはコストコの前、うん、動画撮ったマッシュルームな。マッシュルームじゃない。マッシュポテト。マッシュポテト。イエス。あ、間違えた。イエス。マッシュポテト。はい。粉なんです。カットすんなよ。ん？カットすんなよ。マッシュルームでつけそう。マッシュルームじゃない。マッシュ。ポテト。マッシュは一緒なんだね。はい。はい、お願いします。はい、わかりました。では、はい、やります、はい。このまま入れると危険です。まず、お湯でふやかします。そのままと、ちなみにどうなっちゃうの？多分ね、パサポソのができるんじゃないかって、やったことはないけれど、イメージはもう。そうだね。こっちの水分、持てちゃうからね。でも、やっぱりほら、そもそも粉だから、水分足りないから、うん、やっぱり水分足してあげないからです。ちょっと辛めのマッシュポテト作ります。作りましょう。はい。あのですね、はい、私今疑問に思っているのが、うん、1キロコロッケを食べたい。わかった、うん。ところが、具が1キロなのか、揚げた状態が1キロなのか、それをまず聞こうかと思って。大体揚げた状態で。じゃあ揚げた状態ってことは、うん、じゃあちょっと小さめにやって、どうせ大きくなるんでね。お願いします。はい。約1キロで。約1キロで。量がっつり食いてんだよ。では混ぜていきたいと思います。ハイブリッドいきます。ハイブリッド、うん、少しずつ混ぜない。多分ね、いっぺんにやったらね、まだらになる。きめ細かいね。うん、ちょうどいいかもよ、食感と。だから個人的にはね、うん、すごいきめの細かいマッシュポテトと、うん、割とこうざっくりまだじゃがいものね、食感残る。そう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 。で、俺こう食べたいのよ。めっちゃこれ規模なのよ。ハイブリッドいいじゃん。美味しそうじゃないですか。15周年でございます。そう、ハイブリッドでいきましょう。こんな感じでやってきて早い15年。本当だよ。15年間ありがとうございます。いえいえ、ございます。これからまたお願いいたします。まだまだ食べる気なんでしょうかね。食べる気だよ。39でも食うよ、俺は。あたしゃ食うぜ。40になったら食欲がね、少なくなる。今のうちに食っとけって言われたからね。いつそんなことになる。ややこしさいもんって言うんでしょ。はい、お願いいたします。1キロっていうのは数えたことがないんですよ。400。マジ400? 1キロって全部いっちゃう。出来上がり1キロにしないか、今から。俺どっちって言ったっけ。仕上がりを楽しみにしていいですか。わかりました。なんとか形になりつつある。でかいね。でかいよ。あげる大変そう。よし、じゃあ今から入れようかな。うん。おねこっちで料理中。いきます。こっちに入れよう。あ、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 お好み焼きのようだ。これね、この大きさ、厚みがあるもんな。やっぱりコロッケで幸せなの。うん。兄ちゃんも美味しく食べてます。なんか美味しいよこれ。よかった、美味しいよね。あのポテト、ハイブリッドポテト正解だよこれ。確かに。マジで美味しいかも。うん。